大股を広げていたが、マシンは今後その名もカノスと名付けられたこのマシン、フリースタイルのためにやってまいりました。大前馬崎、まもなくトリックスタートとなります。まずはギャラリーのホームに挨拶です。安全のためヘルメットを着用することになりました。この2018年度、ですがですね、最後には全員ヘルメットを取って、スタンディングからのですねパフォーマンスも披露していただけると聞いております。まずは競技ですのでヘルメットを着用しての、この演技をご覧いただきましょう。岐阜県から参戦、ホエルモから大前馬崎。高さがあるのは雰囲気からスタートしてくるかもしれません。さあどうでしょう、ここから勢いをつけていた。まずはファーストトリック1回、2回、3回、4回、5回、まずは5回出してくるバックフリップ、綺麗に決めてまいります。テクニカルポイント、アーティストポイントもかなり高くついてくるでしょうね。さあここから横回転を2回、3回。さあこの彼ですね、右左スイッチも OK なんですよね。どんな使い技を持ってくるのか。時計の針は2分間へのスタートになります。さあこの正面からオーバーハンド、ワンハンドからの横回転ヘルドルだ。もう一発、このスカイツリーのバックに、ここからの回転はバンドブターの前コピーバックフリップ、これはすごい。さあ1回転以上、360度以上回ってます。さあそしてここから終盤から後半に入るところで、ここはノーハンドか。さあ目を離してまいります。さあしかし着水もしっかりと当ててる。カラスとなどをついたこのクエルボ、レバーからはブラックレッドハンドポイント、この最初のカラーリングで全てヘルメットから、そしてウエストスーツマシンも揃えている。ここから1回、さあ高さも引き立ててまいりました。さあいよいよ後半戦に入ってまいります。さああまりここから残りあと15秒、もう一発、まだは140、そしてヘリコプターからもう一発、3連続、最後はどうだ、バックフリップ残っている。さあこれはコンボで入ってきた540からのヘリコプターを入れて、最後はバックフリップ決めてまいりました。さあここでタイムアップ、おまけにバックフリップ、これは綺麗に決めてまいりました。全てノーミスで投げてまいりました。岐阜県からは参戦、大前馬崎。いや結構いろいろまた出してきましたよね。岐阜間の中に、縦回転、横回転、そして、360度以上540を回った、全てオールクリア、大前馬崎選手に大きな拍手。さあ綺麗に2分間でまとめてきました。